dong. ジアンだ。なんかちょっと和風っぽいマインドもある。あ、ケイさん、あのエナメルの可愛いやつがいるよ、ほら。ほんとだ。可愛いね。でも洗うのが大変そうね。うん、そうね。水で触ったしかできないそう。うん、そう。面白いね。あのツーさんが好きなあのアフタヌーンティースタンドみたいなのもあるね、うん、ロマンチックだね。ロマンチックおじさんね、うん、これサンタマンだ。うん、綺麗ね。好きなサンタマン。でももうこれ以上これを持っててもなんかどうしたらいいのか。あ、そうね。お皿はね、もう置く場所がね、そうなのよ ね、 難しいのよね。でもやっぱり家を大きくするしかない。そうね。あの、かわいい。うん、どれ。みんな置く場所がない。やっぱりプラス。ノノ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 。おいおい、セブラン。セノ。ここにもある、これ。これもサンタマン。いろいろあるわね。もうどうしますかね。あ、ティーさん、これ発見。おお、本当だ。ジアン。ジアンだね。安倍式なんじゃない？これ。安倍式なの。それは置ける。置く場所ある。ここ可愛いんだけどね。可愛いね。これ聞いてみる？聞いてみようか。ブバンディサコンビア？あ、まだまだまだ。This？そうそう、安いと思う。ディースは安いよ、多分それ。じゃあ買おうか、これ。いいよ、いいよ、それ買ってもいいんじゃない？ J'ai 5 livres. Oui. これも可愛いね。そうなの、私もこれも可愛いなと思った。うん、これ可愛い。ね。これ可愛いよ、これ可愛いよ。ほんと？うん、これ可愛くない？うん。なんか、すごい可愛い。いくらなんだろう？わかんない。青いとかでいくらかわかんないけど。可愛いっすよ、ね、セットで4人、6人か。うん、綺麗なの選んでみるか。いくらか取れ、マダム、ルバンでコンビアンサ？2、3巻。あ、だか。Non, en fait, j'ai rien. J'ai que ça, les étagères. Vous avez 24 pièces. 24 pièces. 12 et 12. 12 couteaux, 12 fourchettes. C'est que de la nacre. Oui, mais... Ils ont pour 10 en prendre. Allez-y, allez-y. Ça n'a pas besoin. これを全部買ったら、これをプレゼントしてくれてよ。あ、そう。どうも。マミチン的に。でも結構6勝が出てるんだよね。まあ、全部、どうなんだろうね。俺は可愛いと思ったけど、マミコ的にどうかなって。いや、可愛いんだけど、こんなにいらないなっていう、ただそれだけと、まあね、あと6勝が出てるのが気になる。これ6勝って外せないのかな。忘れちゃった。6勝は結構厳しかった気がするんだけど、まあ、それはだからもう使えないってことだよね、つまりね。ちょっと待って見てみる。6勝ってどうするんだっけ。あー、でも一応なんとかなるらしい。重曹か素で落ちる。うーん、いけるかも。あ、そう。どう思う、マミコ的に。そしたら可愛いかも。あ、本当。うん、じゃあ買う。じゃあ2つで50で買っちゃう。うん、ちょっと半分にしてくれなさそうだもんね。うん、だって半分はできないから、全部まとめなんでしょう、うん、じゃあ行くか。よし、行っちゃおう。おい、on a décidé de prendre… Prends ça. C'est quelle marque? C'est quelle époque? Alors là, c'est quelle époque, maman, vous demandez, monsieur? Les petits couverts comme ça, là. 19e. 19e siècle. 19e? Eh oui.
すごい大物買いを突然した。わからない。だってプーさんが気に入ったものを買わないと怒られちゃうからね。はい、オッケー。メシボク、メシボク、ボンジャーネー、アボア。買ったね。うん、あの女の人が選んでるものも結構可愛かったね。スーさん、ここかわいい子供のソリみたいな。何個の椅子にするこれ。うん、でもちょっと厳しいな。来る子かな。来る子絶対乗んないだろ。そうかな。乗りそうじゃない。来る子ダメだよ、不安定なもんだろ。まあね、確かに揺れるからね。こういうところから何かが生まれそうなんだけどね。でもちょっとどうかな。そうね、あ、スーさんなんかすごいね、なんかカシェットとかかっこいい感じの。ちょっと 80s っぽくない、この感じのノリが。すごい、見て、今の若者とか好きそうじゃない。うん、ちょっと80年代のガジェット風。うん、すごい。まああまり私的にはこう新しさはないけどね。みんながいろんなもん買ってて面白い、ね、この人ライト買っている、ね、見てこれ。うん、本当だ。まな板の上に乗っているという斬新な、これ。まあ、でも我が家に必要なものを一応買ってる感じだね。そうね。あ、ちょっと見て、レコード。ここにこれがないけど、すごいね、いろんなミニチュアが。いろんなことを考える人がいる。牛もいるよ。ほら。本当だな。かわいい。牛。牛？牛。でもあれもかわいいよ、ほら。ネズミが。ネズミがクルミから出てきてる。食べ終わった後、この顔、このドヤ顔、絶頂の顔、食べ終わって。綺麗ね。あ、見て、おじさんがいる。本当だ。いろいろ可愛いね。これ、あ、でもね、これは出てきた。気になってんだ。だって可愛くないこれ。絶頂の顔。可愛いよね。うん、美味しかった。最高のくるみだったぜっていう顔してるね。でもどんだけちっちゃいねこのネズミ。あー面白いな。すごい、ここは結構なんかすごい重厚な感じで、はい、重厚な感じで。バッグがすごい。本当だ。お、なんかすごい、なんか困っちゃった。困ってる。困った人形みたいな。困ってるね。かわいいけど、うん、でもちょっとこういうのは怖いな。ぬいぐるみまで揃え始める。すべてのジャンルに。あ、で、いられずとびばの、いらぱぷりせそんかにおら。あ。あー割れてる、かわいいと思ったのに。これとこれ一緒だね。なるほどね。ほらまあ単品ね。洋服もいっぱいあります。まあいっか。プーさんが欲しいものはない？ない。あ、そう。じゃあいっか。オッケー。メシボクマダム、メシメシやん。シャワー見て見て、もみちゃん。うん、あっ。すごいね。スーさん、ここさ、あ、自宅の一時売ってる。でもちょっとコンディションがいまいちだわね。よし、じゃあ反対側に行くぞ。これで終わりか。そうじゃない、多分さすがに。さあ、後半戦です。はい。後半戦に突入しました。はい。
みつうさん、これすごくない？これ、なにこれ、水？あ、違う、ビール？プレッシュ、プレッション、オートプレッション、これ、あれじゃないの？なに、消火器じゃないの？あ、消火器か、そうだね、そうかもしれない。むしろ、ケスクセーサー？Qu'est-ce que c'est? C'est, ça, c'est pour le. Pour éteindre des. Oui. Des feux? Non, c'est pas ça. C'est comme ça. Ouais. ça, c'est quoi ça? c'est ça. Oh, 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 oh! Ça va. C'est marqué normalement. Ça, c'est pour. Produit ancien, vraiment, c'est une machine ancienne. Comme ça. Collection. Ouais. Ah, pas après. Ah, d'accord, c'est. Voilà. c'est vraiment ancien ça, ouais. Il y a longtemps. D'accord. Oh, c'est intéressant. Muratori, tu crois toi? Pulvérisateur Muratori. Oh. Non, en tout cas, je suis raté. Ok, merci. Merci. Non, quoi ça? Koyubi, mon kawaii, yone. Voilà. Ah, ça le nez. そうね、うん、あ、そう、鉄アレもってるのこれは特に何でもなかった。よいしょ、そうね、かわいいね、うん、じゃあ、君避けないからなそうね、そういうルールがあるから大変だわね、ルールがいっぱいあってね。目覚まし時計、あ、ツーさんが好きそうな、なんかこういうかわいいのあるよ。ほら、好きでしょ、うん、知ってるからね。好きでしょうって言ってないんですよって何、多分タバコ入れじゃないの。そんな薄いのタバコって。こんな違うかもしれない。あ、待った、これ、あ、でも、あ、これ嘘物だった。これの本物あったら買ってくれって言われてたの、マミさんにコレクトしてる、でも全然ないんだって。うーん、これはこれもあるね、うん、かわいい、うん、いいか、でも大丈夫かな、うん、はい、大丈夫ですか。メシマダメシ、メシボクマダメシ、なんかツーさん、こんなのあるよ。お、オブルガション・ド・ディ・ミル・フランとか、ね、なんかどこからやってきたんだろうみたいなものがいっぱいあるよね。こういうのとか、マニファクチャー・レユニ・ド・サン・シャモン。俺もなんかこういうの全部残しておいた方がいいのかな、なんか昔の卒業証書。そうだよ、ほら見て、これとか、あ、タリフ・ベイアン、見て。あ、本当だ。これちゃんとシール貼ってあるよ。あ、本当だ。楽しくない、これ、ね、あ、こういうのとか、ほら、サンティアゴ。ちょっとこれフランスのかな。こういうの集めて家に貼りまくるのかな。でもこれ超かわいいけどね、なんかこのシールが貼ってあるの、ここ休んじゃっただって本当そうだよ、だってディセンブル、フェブリエ、ここ休んじゃった。楽しくないこれ、いいね、なんかちょっとこれすごい気になるんだけど、私めっちゃかわいいんだけど、かわいくない、なんか聞いてみたら、ルパンディサコンビアンマダム、サンキュー。C'est quoi exactement? C'est... Des bons de... Oui. D'économie, c'est pour l'épargne. C'est pour... c'est marqué à l'épargne, l'économie, l'épargne. C'est quoi Nes? C'est pour une société. Oui. D'investissement. Mm-hmm. C'est des petits... Oui. Étiquettes. D'accord. On peut en mettre derrière aussi. Oui, et c'était absent parce que... Je pense qu'il y en a un manque. Oui, ok. Merci. 5 euros, d'après. Si on a mis, c'est pas bien. 5 euros, je vais vous donner. Je vais vous dire. 3 euros. Ok. Merci. C'est un peu bien. 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 Merci. Bye.メシボク、まじゃねー、あーわ。まさか彼女もあれが3ユーロで売れると思わなかったんじゃ。そうかな、でも可愛くないこれ。マミコは気に入ったのそれでいいんだ。このお皿が可愛い。あ、これやっぱランカスター。面白い、ランカスターがサルグミンヌで作られている。
なんかそういうの多いって聞いてあった。だから頼んでそこで作ってもらう。なるほどね、うん、OEM 的なね。そうそうそう、 OEM OEM うん、これもこれもディグオワンサルグミンヌがどこかみたいな。面白いね。うん、ほら、あ、これもランランラ違うの。へえ、楽しいね、うん、これリッチーウッドじゃないの。これはジョンソンブラザーズ。全然違った、失礼しました、うん、誰だろう、ジョンソンブラザーズ。ブラザーズね、かわいい、綺麗ね、みんなね、うん、お高そう、いいかな、うん、オッケー。メッシーマダン、ポンジャンね、あわ。また長細いお皿を見つけてしまいました。これ HBCM、 あともうちょっとちっちゃいといいんだけどな、うん、そうね、ちょっと大きい板使うと足回りも大変だし、ね、お魚にね、いいんだけどね、うん、うちさ、このもうちょっとこんぐらいのお魚、うん、おい、これ、はい、OK、 あ、これあれだ、ほら、このシャンパンのこのメーカーのやつなの。あそこから出てきたけど、ここのうちの人なのかしら。そしてこれを渡されたままどうしたらいい。置いとけって。綺麗ね。ウザビティシーウィンジャパン、なんか応援せってたち。さすが、イデアル、この人はきっとなんかこういう系の人なの違いない。あ、そうね、だってそうじゃない、この物の感じといい。ソニー、ソニー、ジャパン、ジャパン、メイドインジャパン。こんなのとかある。そしてこのプジョーのこの電動が動くのかな。うん、動かないけど。本当、いやでも電池が入れば。うん、面白いね。面白いね。この人いっぱい持ってくるのかな、そこら。いろいろ来たよ。あ、本当だ。いろいろ。私そこに置いてあるもん、いろいろ。あら、すごいね。じゃあもういいかな。いいよ。オッケー。メッシーボシュー。メッシーボシュー。ボンジョーネ。メッシー、1ミニット、コンサージュー。おいおい、なんかなんか、オッケー。待ってろと。ファーマシアンのだって、うちファーマシアンじゃないからな。そうね。そうかもしれないね。パパラリラギララ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 ラ、いい声でのいい声だ、いい声で。ワイン入れ、うん、ついこの間買ったけどね。でもこういうんじゃない。あ、もうさらに。いやいや、そういうわけじゃないんですけどね。すごい、見て見て、マミちゃん、すんごい大きい時計。本当だ、ロイヤルメールライン、ロイヤルメール、え、じゃあイギリスの郵便。すごくない。うん、家具持ってるよ。本当だ。あつさん、ほら、マネキンのあれも売ってる。これみんな星があるんでしょ。あ、そうなんだ。わからない、うん、違うの、わからない。メッシー、ムシー、ボジャネ、ボジャネ。もうそろそろ終わりだよ。そうだね、後半戦とかしたけどすぐだった。やっぱり、やっぱりすぐです。服が多いだね。もうこれでじゃあ、終わりかしら、戻ってきた、うん、やっぱ彼女の店は可愛いんだな。あ、本当だ、また戻ってきた。本当だね、ここに戻ってきたよね。そう、そしてこの店はやはり可愛いので。可愛いね。ほら、この辺のを見てなかった。ほら、可愛い。
そういうのとかね、うん、こういう布の選び方がちょっとよくわかんないよね、まだ私やっていかないと覚えなくない、うん、あれ違った、これ違った、そうね、まあ、いくか、うん、はい、まみこはまだ何かあるんじゃないか何かあるんじゃないかと血まなほになって探しています。でもさ、そんなにいっぱい数いなかったよねあれそんなことなかった、ね、まあ出てなかったものが出てる可能性はあるけど、まあじゃあいいか、まあじゃあいいかな、はいはい今日もまあちょっとだけね買いましたかね、 そうね、ちょっとだね、まあよかった、いつもと違うものが買えて、そうだね、じゃあ帰ります、じゃあ帰りましょう、あらフォーマルシェに寄っていけるね、そうだはい、では本日購入したものとその前にも購入したものをご紹介したいと思います。はい、お願いします。まずですね、今日この買ったこの鏡ですね、はい、はい、まあちょっと家に帰ってみたら割とボロボロしてるなっていうことがちょっと判明しましたが、でも別に私は可愛いなと思ったんだけど、うん、まああれ、いやいや、いいと思う、自分が気に入るってことが大事だから、うん、まあいいんじゃない、うん、っていうこの鏡を買ったでしょ、はい、で、そうね、まあでもちょっと高かったかしらねついね、そう、ついね、はい、で、一緒に買ったこれが鍵です。クローバーの形をしています。こんな感じですね、うん、かわいいけどね、かわいいけど、ツーさんはこれに10ユーロも払うなんてありえないと家に帰ってからずっと文句を言っていましたそんなことない、別に文句は言ってないけど、うーうーうーと言っていましたが、買うときに言えばいいねなんですが、これはまあ確かにね、ちょっと高いけど、でもさ、このじゃあ10ユーロでさ作ろうとしたら難しくない？まあそうだけどまあいいのよ、これはね、壁にこうやってよいしょかけたりとかしてね、うん、この鏡と一緒にこうやってねかけたりとか、かわいいでしょ？そうだね、っていうそういうスタイルで考えていますから、まあいいんです。もうちょっとね、はい、5ユーロだったらよかったそう、2、3ユーロぐらいだったらなんかまあいいかな、でもあのまあ絶対負けないってさ、あれ、うん、なんかすごいこう商売人ネゴシエーターな感じだから無理ちゃうんじゃないかなっていう鍵でした、はい。それからよいしょ、これ次のお店で買ったやつね、このお花がこっち向きでしょ、これあの前にも買ったことのあるジアンのお花の柄で、この柄がすごい好きで、よいしょ、ここにジアンとなってますよ、うん、でもなんか前買った時すごい高かったけどね、お皿はね、そう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 、うん、リーズナブルだと思うけど自由だって、分かんない、これ鍋敷だよね、うん、ちょっとね、タイル、うん、この鍋敷だとタイルってことなのかな、タイルじゃんね、鍋敷だと思うんですけど、うんうん、まあそんな感じで、でもこれは元は10ユーロだけれど、このフォーク&ナイフたちと一緒に買ったらプレゼントするよと言われたのがこのフォーク&ナイフ、よいしょ、うん、ダダーン、すごいかわいい、それ12セット、うん、我が家に12人の人が来る日はあるでしょうかっていう感じですが、なんか半分とかにしてもらえなさそうだったもんね、うん、全部まとめてだったね、セットじゃないとみたいな、うん、でもなんか私が懸念したのは、例えばこれとか結構緑青がすごい出ちゃってるからどうなんだろうと思ったんだけど、緑青どうかな、綺麗なのかなって思ったけど、うちに帰ってね磨いてみたら、ほらこんなに綺麗になったのですよ、すごい綺麗、ババーン、なんか このもともと緑青が出てなかったやつとかはもう普通に洗剤で洗ったらもう結構こんな綺麗になったし、うん、あとここに緑青がちょっと出てたところは少しまだ残ってるから
ちょっとお薬を買おうかなと思ってるけど、すごい綺麗になったでしょ。うん、綺麗、すごい。でこれだから真鍮なのかな、極小出てるってことだね。うん、元はほら、これが最初に綺麗にした方でしょ。で、これとか、こんな。かなり綺麗になったね。でしょ。うん、ということで頑張りました。でもまだ結構時間かかるから、磨くのに残りはこれからちょっとずつやります。はい、かわいい、よかったね。ツーさんが気に、ツーさん今ダイエットしてるからデザート食べれないけど、そうね、これでこうやってカシャカシャカシャとするわけですね。はい、はい、というのが今回の戦利品、戦利品でした。はい、で実は6月に友達が日本から来た時に蚤の市を1日3軒も回った日があってその時にいろいろ買ったですね。はい、で最初にレピュブリックの近くの蚤の市に行った時に買ったのがこのシルバーで、これはニャンと1本1ユーロって言ってて、おじさんたちがワイワイってやってるから、おじさんのこうワイワイって入って見つけたんだけど、両方ともクリストフルの、私の好きなこのなんちゃらだっけ、忘れちゃった、ペルル、あ違うわ、ペルルじゃない、マ、あ、うん、わかる、うん、一番人気のやつねそう、とかこっちもかわいいんだけれど、さあこの私のメガネで見るとですね、こっちの方がよく見えるはずだったかな、見えるかな、ここ、はい、見える、それはそれはちょっと見えないか、あ、ね、すっごいよくね、クリストフルって書いてあるんですね、とフランスって書いてあるということで、これを 1,2,3,4,5,6 本、みんなシルバーで買いました。はい、これもほら使いやすそうでいいでしょ、うん、なんかアペロとかに、うん、これはね、友達がこれをいっぱい買ってたのを余ったやつもらったてか買ったけど、うん、っていう感じでまずシルバーを買ったのね。はい、でその後この13区の蚤の市に移動して、はい、でそこでよいしょ、こんなアスティエを見つけたですね、昔の、はいはいはい、友達があれアスティじゃないみたいな、何個買えばみたいな、うん、でこういう声で買ったんだけど5ユーロとか、そんなすごい安かった。私たちが見てたら隣にマダムがサーってサーって取ってたから、うわーってこう私は2個キープしたんだけどそうっていうね、あこう買った、5ユーロしなかったかな、忘れちゃった、結構すごい安かった、へっていう買って、でこのね花リムもね、はい、これただタンポンがどこにもないの、だからもしかしたらパチモンかもしれないでもまあ別に花リムで可愛いからいいかなと思って、うん、これもなんか安かった、5ユーロぐらいだった気がする、で買いました。でこのよいしょ、前にほらあのペルシュの方に行った時にお宿にあって可愛かった薄ピンクのお皿、はいはいはい、これもディゴワンサルグミのやつね、はいはい、これは8枚セットとかで売ってたよ。でそれで8枚もいらないねっていうことで友達と半分こしたっていう、はいはいはい、で8枚で60ユーロとかだったかな、うん、別に安くなかったけど、うん、なんかまだ朝だったから、うんうん、それ以上安くできんって言われ、うん、それで友達は欲しい、うん、じゃあ買うかそういう感じでしたね。なるほどね、はい、だからちょっとこれそれ以上ネゴシエーションができなかったんですね。はい、であとあこっちね、うん、このこれはこの花瓶を買ったんだ、ちょっと花入っちゃってますけど、はい、現状、はい、これホーローみたいでね、かわいいの、よいしょ、ちょっとお花をどけてみますか、ほらこんな感じだ、うん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 、でこれは15ユーロって言われたのを10ユーロに負けてくれって言って、うんうんってやって、じゃあいいわ10ユーロねとかってなったら、隣にいたマダムがあなたネゴシエーション上手ねって言われたの、
ったね。そうということで、このブルーの色が可愛いからいいなと、ポテンとしてるし、うん、でね、うん、これホーローだから軽いの、このもの自体は、割れないでしょ、うんうんうん、だからすごいいいかなと思って、そう、で、これも買って、よいしょ、あとこの私の好きなテリーヌイレ、またこれを買ってしまった。これ永遠に買い続ける。そうね、作らなきゃね。これはなんかこうマドレーヌイレとか、マドレーヌも作らないけど。可愛いんだもん、なんか入れ物。これはノーブランド？これノーブランドだね。あ、なるほど。なんだろうね、わかんない。でもまあ可愛いからいいやと思って買いました。うん、はい、あとそれからこれ。これはキュノワールってやつですね。はいはい、これは友達が、あれすごい日本だと普通に2万円ぐらいとかするよとか言って、高い高いから高い、マヌコ買ったらって言ってすごい言われて、でも重いの確かに日本に持って帰るには、うん、で私も持っているとか言われて、うん、でそうって言って、結構ねそんな安くなかった、30ユーロとか、うん、30ユーロとかな。で、もうちょっと曲がんないのとか言って、ほらここ割れてるじゃないとかって言ってみたんだけど、うん、ここが割れてるからその値段であって、割れてないならもっと高くするって言われて、それはそうですよねみたいになって、でそれで結局買ったんだけど、こうなんかすごい日本だと高いらしいよ。あ、でもフランスでも結構高いよ、うんうん、このね後ろがキュ、お尻がノワールだからキュノワールですね、うん、でもなんか味があって可愛いよね、うん、これになんかこう果物とかのっけておくと可愛いかなっていう、うん、果物のっける皿がいっぱいありすぎて、うちは果物をどれにのせるのかっていう話ですが、っていう感じでした。もう忘れてない、自分の前にある皿を。あ、これね、忘れてた忘れてた、この人はまた別の時に買ったのよ。これは違うんです、これはね飲みの市では実はなくて、これはなんか前にお皿を買った人と連絡を取り合うようになって、その人に会った時に、バスク柄はねすごい人気で私好きだし日本でも人気なのよって言ったら、へーとか言って、うーんみたいな感じだったのに、なんか見つかったら連絡するわって言ったら、本当に連絡が来て、これいっぱいあるけど買うって言ってで待ち合わせして買ったやつ。この結構11枚で何十ユーロとかだったね、60とかじゃなかったっけ、70とかね、うん、って感じで、すごいコンディションもよく、うん、マダムから直接買い付ける、はい、とうとうその域に達しました。これだからそのうちの一部、1,2,3,4,5,6 今6枚ぐらいあるけど、もちろんこれはよいしょ見せるの忘れちゃった、はい、HBCM ですね、ベアル、はい、ベアルヌ、ベアルヌという感じで、またたくさんのお皿が我が家にやってきたわけです、はい、どこにしまうのか、コレクション、コレクション、まあでもほらね、だいぶ前にあの日本にイベントに行った時にいろいろ販売したりもしたので、少しスペースは空いたはずなんですね、はい、なのでどっかに入れていこうと思います。はい、お願いします。はい、そんな感じでなぜかお皿とフォークとナイフが増える日々です。はい、いろいろ使っていこうと思います。はい、よろしくお願いします、はい、ではまた、はーい、さよなら。